ここは本当にティーショットをしっかりフェアウェイに本当に打ちたいホールですね。これはもう結構ね短いんだけど意外とここみんなやらかすんですよね。山口さんの距離だとね本当グリーン周りまで行きますよ。行っちゃうと思います、はい、で逆にグリーン周りの5、60ヤードのラフに残った方がえげつなく難しくなると思います。今日のピンポジションだとね、これね、プロはね、男子プロだったら、ワンオン狙うか、アイアンで下手すら刻むかです、多分。中途半端にこう左右のラフに入ると、今日のピン位置はね、ちょっとね、きついですね。こう構えてもらっていいですか。ちょっと上げてもらっていいですか。それでこれで下見ててもらっていいですか。こういう感じでいきたいんですよね。で、こう、クラブの上げる位置を、結構ね、こう、自分でね、こう、見に行ってるんですよ。で見に行くと、はい、もう絶対こう自分の見た目まっすぐに見えちゃうけど、はい、ボールからしたらすごいインサイドなんですよ、はい、だから結構ね普段からこう確認してあげてるんですよ、はい、だからここ例えばこうするとこれってバックスイングってこうすごくまっすぐなんですけど、はい、こっち見てもらうとこの分だけこっち入ってくるんですよ、はい、だからボールクラブ見ながら上げる人ってね、はい、結構ねインに入っていっちゃうんですよ。そう座って上がるといいんですけど、はい、普段ちょっと確認しちゃうんですよね。そう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 、それまっすぐ上がってます。よいしょど真ん中です。はい、じゃあ今右スプーン投げましたよね。はい、じゃあもう一発ちょっと右端にティーアップしてください。はい、はい、で何も考えずに同じように打ってください。はい、はい、いいですよね。もうね単純にですねこの左の林の出てるロケーションで左ティーアップしたらあそこ飛ぶんですよ。わかります？なんでかというとですね、ここに今ティーアップしたじゃないですか。そうすると本来は自分の肩のラインっていうのは木にかかんないといけないんですよ、はい、でもここに立つともう林に飛んじゃいそうな気がするから自分の体が林避けるんですよ。と向いたところにまっすぐ飛ぶんですよ。でこっち側に来れば左の林関係なくなるから今みたいに気持ちよく振れるんですよ、はい、切れましたよね。だからここに立ったのがプッシュアウトなんですよ。気持ち悪いですよね。だ立つ位置が間違えてるんですよ。あんだけ左から林がせり出してきて、で、最初に要するにね、ドライバー持ったじゃないですか。で、ティーアップ高いから上がるじゃないですか。だからあの木でも上に入れたじゃないですか。で、こう要するにスプーンでここに立てば木関係ないけど、あっちからだとやっぱ左嫌がるから、こうなるんですよ。だからプッシュ出た時はもう左を嫌がってる時なんですよ。はい、だからティーアップこっち来れば気持ちよくあんないと思ってるんですよ。今のは僕もあそこに立った瞬間、うわ右行くなよと思って見てたけどやっぱり右行ったんですよ。だからもうこれもやっぱ景色で左上がったスイングしたんですよ。ちょっと右向いてたのもあるんですけどスイングが左上がったんですよ。こういうこう周りのものをスイングに影響を及ぼさないように自分にわがままにゴルフやった方がいいんですよ。どうしてもこう見た目にこうスイングが影響されちゃってるんですよ。日本なんかよくコースを知れば知るほど曲がっちゃう。曲がりますよね、はい、だからコースにスイングが翻弄されてるんですよ。だってスイング僕今何もアドバイスしてないのにもう別人みたいな球になるわけじゃないですか。立つ場所変えるだけで。だからそう自分のホームコースの時にはもうこのホールはここからこうっていうセオリーが必ずあるんで、それを常にこう頭に入れながらこのホールはここに立ってこういう球を打っていこうってかってい う, こうパターンをちゃんと決めた方がいいですね。どうですか、これスライスとかって打てますか。まあうまくいくときもあれば。ちょっとやってみましょうか。そうです、はい、せっかくだから。あのバンカーからちょっとスライスで。風も左からだから。ただね、一つ覚えてほしいのはね、ラフっていうのは意外と曲がんないんですよ。はい。だから結構がっつり頑張ってスライスかけようとしないと。はい、OK です。ね、意外とまっすぐ当て行っちゃうんですね、はい、今のは確かにこうちゃんとストライスのスイングしてたんですけどラフって意外と曲がんないんですね。だから逆にラフって曲がんないから
通常スライスっていうのはフェースを少しかぶせて左に置いてこうカットに打つんですけど、こういうとこはね思いっきりフェース開いて左向いてプッシュアウトぐらいの気持ちで打った方がいいんですね。プッシュアウト、はい、同じスライスでもパーンとプッシュアウトするぐらいのイメージで左向いておいた方がいいんですよ。だプッシュスライスぐらいの感覚で打った方がいいですね。今でこうやってスライス打とうとすると意外とかかんないです、はい、だからちょっと大きめの番手でフェースを逆に開いて右出る状況を作っておいて、ちょっと左向いてプッシュスライスぐらいの感じの方が意外と簡単です。さあちょっとつま先下がりですね、はい、あのねピンの左にグリーンが傾斜しているので、はい、ピンの左飛ぶとちょっと落っこっていっちゃいますね。だからワンピン右ぐらいのイメージが最高ですね。はい、もうセンターでいいと思いますね。どうだ、ナイス。面白いことないです。はい、ストップです。止まってもらっていいですか。今上がりましたけど、球飛びましたよね。で、今体重左足になりますよね。もう一回やってもらっていいですか。このね、ロブショットやる時のコツは、右足絶対上げないってことなんです。最後までずっとベタ足でやります。はい、そうです、そうです、そうです。絶対上げないで打ってください。体重としちゃダメです。そうするとこうやってうまく打てるんですね。わかります？全然上がりますよね。体重移動するとロフトが立つんで、飛んでっちゃうんですよ。だから構えたところを変えないで打ち終わっても絶対ベタ足が基本です、はい、ロブショットでこうやって打つと飛んじゃいます。はい、球を上げるショットをやるときは上と左に絶対移動しないように、もうその場で固定してバンって打つとふわっとこういきますから。だからバンカーとかもそうですよ。バンカーもピンが近くてふわっと打つときは最後こうやってかっこよくフィニッシュ取っちゃうと飛んでっちゃいますから、はい、さあ飛んでしまったのでちょっと奥からですね。これはもうね、ずっと下りなんで、もう落とせば多分勝手に転がっていきます。で、かなり右狙わないとダメですよ。右こっちです。そうです。だ、それも左に移動しちゃうと飛んでっちゃいますよ。ベタ足のまま打ってくださいね。うまい。でも行かないですよね。で今のはねちょっと構えてもらっていいですか。まあ、今練習のつもりでも上げたのは全然いいと思うんですけど、これいいですか。ここに狙ってください。普通のアプローチです。普通に、はい。グリーンに落とせば OK です。そう。はい。本来はここはこうやってやるべきです。はい、でもうちょっと実際右狙いますけど、これはね相当上から下ってるんで、まあ上げる必要は実はないところ。そうだよね。フックしないよね、キョウクリちゃんね。しなかったでしょ。しなかったですね。いやー切れないよね。それまっすぐ狙いました今。まっすぐ狙ったんです。ちょっと右出ました、はい、OK です。ナイスパー。ありがとうございます。
やっぱりお二人ともパター右出ます。はい、はい、動いてる、動いてるのとやっぱりこうヒットしないで流してます。フォロースルーを出そうとするから、ロングパターでさっき右手前にショートするって言ったのは、フォローを出そうとする人ってショートするんです。パチンって打つ人ってショートしないんです、だからどちらかというとフォローを短くした方が、あえて右出なくなるんです。こうラインに乗せたいと思うと右出ますから。今のも右カップいっぱいの割には最初からワンカップ右出てたんで、ちょっとプッシュアウト多いですね。